ブルーバード級総海艇はアメリカ海軍が運用していた沿岸総海艇の環級。ネームシップの基本計画番号は SCB-69。アメリカ海軍のほか、西側諸国に広くとも対応され戦後第一世代の総海艇として広く用いられた。各国の運用要求を入れつつ200隻以上が建造されたことから様々なサブクラスが存在する。 第二次世界大戦まで、嫌いとはすなわち、触発式のかかり嫌いであり、これに対する総会帝は、艦隊の前時総会を主任務として比較的高速、重装備の構成の帝が主流であった。しかし、大戦後期に、時期、音響による艦王嫌いが出現し、続く朝鮮戦争での大嫌い戦の経験は、人定式艦王嫌いの脅威を、関係各国に認識させることとなった。 食来を避けるため、以後、総海底の建材は、肘成果が求められるようになった。アメリカ海軍では、対戦中に481隻の多数を建造した、ワイムズ1級総海底において、すでに木造構造を導入していた。これをもとに、朝鮮戦争の戦訓を反映するとともに、冷戦体制下での局地戦、限定戦争に対応しての西側諸国への供与も、 視野に入れて開発された発展型が本級である。上記の通り、本級は先行するワイムズマイナス1 9を原型としており、建材は木材、線形は挑戦指導型、フレームライン形状は丸型とされた。主機関としては、ネームシップでは、パッカード社製の出力600ビット HP のディーゼルエンジンが採用されたものの、最大のサブクラスであるアジュタント級においては、 アルバトロス級と同じく非自製化されたゼネラルモーターズ社製 GM8 から 268A にストローク L 型8気筒ディーゼルエンジンが搭載された。また、オランダでライセンス生産された低の一部は満車製の2500ビット HP のエンジンを搭載しており、これにより最大速力は16ノットに増速している。本級はかかりただし、時期。 音響の各張会具を一式搭載するとともに、後には、アン・ユックスマイナス1機雷探知機も搭載して、一応の機雷相当能力も獲得した。アン・ユックスマイナス1は1950年に実用化されたばかりの最初期の機雷探知機であり、100kHz を使用する高周波ソナーであったが、同様安定化装置を持たなかったために、明瞭な映像を得にくいという欠点があった。 本級は1953年にネームシップが収益して、以後、260隻という多数が建造されて、西側諸国に広くとも対応された。また、ドイツのリンダウ級、日本のカサド型など、本級をベースとして開発された、総海底も多い。津島日米相互防衛援助協定に基づき、米国から4隻が供与され、八島型総海底として使用された。その後、 支援船に区分変更された。屋島は、島は水中処分隊の母船として改造された。その際、総開発電機を撤去、空気圧縮機を装備し、電弾リールの位置に、乾板室を新設、浴槽、シャワーなどを装備、また、6メートルカッターを搭載した。ありがとうございます。